小学高校2年普通科の高木空です。沖縄小学高校国際文化科学コース1年の知念リリです。同じく国際科の三浦美美です。附属中学校2年小島かなです。1年山口ひな子です。1年宮城あゆなです。私たちアイアン部です。アイアンはインターナショナルエデュケーション&リソースネットワークの頭文字の I と E と A と R と N の国際組織のことをアイアンって言うんですけど、アイアンは140カ国加盟してるんですけど、その中の私たちはアイアンオフィショーっていう部活動で、その140カ国の人たちは何をしているかというと、主に国際交流であったり平和活動だったりボランティア活動など幅広い活動をしてるんですけど、世界的に言うと授業のカリキュラムで行ったりしてるところが多いんですけど、日本では行われてない場合も多かったので、アイアンオフィショーは部活動として19年間続いています。SDGs の開発目標の主に4番、11番、12番、14番という環境系の問題であったり教育に関する問題であったり、作る責任、使う責任という目標を一番重視していて、環境もなんですけど、これから私たちが住む世の中や社会に貢献するような活動を主に行っております。去年の12月に沖縄の有名な観光地である国際通りの路地裏でゴミ拾い活動を行ったんですけど、国際通りは観光地なんで表通りはすごい綺麗なイメージがあったんですけど、路地に入ってみたら吸い殻だったりペットボトルのゴミだったりプラスチックゴミが多くあって、表の見えるところだけ綺麗で裏のところはすごい汚れててショックを受けたんですけど、それを去年の12月頃冬休みの間に病院でゴミ拾い活動を行いました。2年前、自分が中学校2年生の時に初めてアメリカの世界大会に参加した時に、年下の小学生の子たちと交流をして、海外の環境に対する価値観だったり海外の先生の考え方だったりに触れてみて、日本とのギャップにすごく驚いた記憶があります。今の自分に満足しないで上には上がいるっていう意識をずっと持って頑張りたいなって思います。テディベアプロジェクトというのは、留学生を送る代わりにこの人形を送って、向こうでそちらの生徒さんと日記つけてもらったり一緒に写真撮ったりして思い出を作ってもらって送り返してもらって、それを私たちが読んでこういう経験したんだなとか、向こうでの生活はこういう風だったんだなっていうのをお互いに知ることができるプロジェクトで、このゆいくんと、あ、ゆいちゃんとかゆくんが台湾に行ったことがあって、でこれ新しく作った人形なんですけど、あけみって言うんですけど漢字ですか？いや、ひらがなです。このあけみちゃんはこれから台湾の学生にまた送って交流したいと思っています。今まで私たちが受け身となっていろんな経験や活動をさせていただいたんですけど、その経験を後輩のみんなに伝えることと、それをより良くしていろんな人に伝えてみんなにも共有することが新しい目的かなっていうのを最近部活内で感じているので、今後はやっぱりいろんな人に伝える広報活動にも力を入れたいし、いろんな人に共有することも大事だなと思ったので、そういう活動に力を入れていきたいと思っています。私たちアイアンオフィショーは国際交流であったりボランティア活動であったり幅広く SDGs に基づいた活動を行っておるので、ぜひ興味がある方は今後ともよろしくお願いします。参加も期待しております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。私、あけみは最近作られたばっかりで、先輩のかいくん、ゆいくんからいろいろと教わってて、これから行く台湾について興味持ってて、台湾ってどんなとこかなみたいな、めっちゃ楽しみだな。だから台湾行った時の写真、みんなにもぜひシェアするね。バイバーイ。素晴らしいね。